藤田隆信東京都出身。虎年に生まれたことから、大野虎と命名された。東京大学文学部社会学科を卒業後、1963年 NHK に記者として入局。初任地は新潟局。東京に移動後は、報道局経済部で、当時の大倉省、経済企画長などを担当。その後大阪局報道デスクを経て、 合同局記者に復帰。NHK 特集等の制作、演出を担当。1990年に解説委員となり、経済番組の振興役などを務めわかりやすい、解説でお茶の間に親しまれた。1999年に定年退職。1999年4月、関西学院大学総合政策学部教授就任。日本経済論、メディア社会論を担当。 ゼミ生を、はじめ多くの学部生から親しまれ、人気教授となる。2005年3月、同大学客員教授。その後、日本タバコ産業監査役に就任。2006年3月、第52回、前島賞受賞。2007年5月、石川県内で講演中に、脳出血を発症。処置は早かったものの、左半身が麻痺し、歩行が困難になる。 等の後遺症に苦しむ。医師からの教えで体を動かすことで逆に脳を刺激し、再建する、親愛療法というリハビリを行い3から4ヶ月で、まっすぐに歩けるようになった。2008年2月10日、NHK スペシャル、戦うリハビリに、黒崎めぐみと MC として出演、久々に、フルス NHK の番組に登場。 そこで、自身の脳出血とリハビリの過程の一端を明らかにし、現代のリハビリ事情について、ゲストの綾戸どちけらと考察した。ありがとうございます。